ヘイワサップ山本です。私は今上海プードン空港に来ております。先ほどキャセイパシフィック航空のフライトを使いまして香港から到着したところになります。本日お届けする動画フライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験のある元 BD が私山本が旅の情報フライトレビューなどするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。香港からの動画でもお話ししてたんですけども、今回の上海滞在は乗り継ぎのみの利用になっておりますので、今回の動画では上海プードン空港での乗り継ぎ国際線の様子、ここの部分にフォーカスあってお届けしたいなと思います。本日利用する航空会社 ANA になりまして、行き先東京成田空港行きのフライトレビューになります。日本に帰ります。ちなみに私実は搭乗券もうすでに持ってるんですよ。これ ANA の東京行きなんですけども、ありがたいことにキャセイのラウンジで ANA の搭乗券を発券していただきました。本当にありがとうございます。予約番号も全く別切りのチケットにもかかわらず、さらにワンワールドとスターアライアンスということで航空会社もアライアンスも違う状態なんですけども、今回は搭乗券発券していただきました。本当にこれは助かるな。もしこれがなかったら一度中国に入国して ANA のチェックインカウンターに行って搭乗券を発券して乗るという流れなんですよ。上海プードン空港ではご自身のスマホ等で表示するモバイル搭乗券であったり、自身で印刷した紙の搭乗券、これダメなんですよね。なので必ずカウンターで発行したこういった類の搭乗券でないと乗れないというルールがあるんですけども、今回はもうすでに搭乗券ありますので、このままこの後は乗り継ぎの動線進んでいきたいなと思います。果たして今回どんなフライトになるのでしょうか。日本に帰ります。今まで上海プードン空港国際線何度か利用したことあるんですけども、到着で利用するのはコロナ前ぶりかな。2019年の秋口に使ったことがあるんですけども、それ以来のプードン空港の国際線到着になります。入国しなくても乗り継ぎできそうな感じなんですよね。ここにトランスファートゥーインターナショナル香港マカオ台湾ということで、乗り継ぎのこれカウンターになるのかな。ちなみに中国東方航空であったり、あとは日本航空第一ターミナルに使っております。今第二ターミナルにおりますが、ここには ANA の文字がないんですよね。果たして無事に乗り継ぐことができるのでしょうか。多分これ意味としては中国国際航空から中国国際航空だったり、エバー航空からスイス航空、ルフトハンザー、スカンジナビア航空、あとは逆にスイス航空、ルフトハンザー、スカンジナビア航空からエバー航空、あとはニュージーランド航空から、あ、意外だね、バージンアトランティック航空、スイス航空、ルフトハンザー、オーストリア航空、エバー航空、スカンジナビア航空だとか、あとはこれらのバージンアトランティック、スイス航空、ルフトハンザ、オーストリア航空、エバー航空、スカンジナビア航空からニュージーランドはこっちって意味なのかな。もしかしたらこのパターンだと自分中国入国しないといけないかもしれないですね。一応この機会で登録はしてもレシート出しておりますので、入国する条件はもう完全に揃っております。ただ今見るとイミグレ結構混んでんな。これ時間が実はありそうであんまりないので、あと2時間半ぐらいかな出発まで。なので個人的には乗り継ぎのカウンター使えると嬉しいんですよね。もうすでに搭乗券は持ってますので、そのまま乗り継ぎの手続き終わってるから行ける準備は整ってるんだけど、あとは実際に行けるかどうかだよね。とりあえず奥の方進みましょう。乗り継ぎのカウンターのところに来ました。もうすでに何名か通過したところなので、搭乗券とパスポートさえ見せれば全く問題はないとは思うんですけども、どちらにせよプードン空港で乗り継ぎするの初めてなのでちょっと心配ではあるんですけども、一応ここにトランジットカウンターがあるので、もし搭乗券がなかったとしてもここで発券できるはず。新しい搭乗券差し替えてもらおうかな。古い搭乗券なので新しいに差し替えてもらいたいと思います。ニハオ、So can you print new boarding passANA. No. No. Transfer. Ah, sure. Okay. とりあえずここでは新しいチケット出せないということだったんですけども、いずれにせよ僕はもう搭乗券持ってるので、もうこのまま入国しないで先に進みたいと思います。But I have a boarding pass. これ使えないの？てなわけでトランスファー使えなくて、やっぱりここに書いてる通りなんですよね。例えばエアチャイナからスイス航空もダメみたいなんですよ。なのであくまでもここに記載している順番といいますか、この通りじゃないと乗り継ぎカウンター使えないということでした。なので皆さんご注意ください。同じアライアンスだったとしてもダメなんですよね。例えばエバー航空から ANA だとか、これもダメなんですよ。本当に気をつけた方がいいかもしれません。そしてイミグレ、この後行くんですけども、
時間がかかるな、ここ使えると僕思ったので、正直香港から到着してのんびりしたんですよ。搭乗開始まであと1時間くらいしかないんですよね。これ間に合うかな。イミグレさっき見たらめちゃくちゃ並んだので、これも事情説明してワープさせてもらうしかないな。やっぱりこういったのってもう自分で経験していかないと学べないところなので、皆さんもプードン空港で乗り継ぎある方気をつけてください。搭乗券があったとしても先ほど紹介した組み合わせじゃないと乗り継ぎのカウンター使えません。ちなみに中国入国する際これ登録必要になります。今回は登録しなかったので今から登録書きたいと思います。中国入国しました。まさかの展開でしたね。この後は一旦国際線の出発エリアの方に行って新しい搭乗券発見してもらおうかな。出発1時間半前になりましたので別に余裕があるわけではないです。かといって時間が全くないわけではないんですけども、ただもう少し早くイミグレ通過すればよかったな。到着してからなんだかんだでグダグダしてたらこんな展開になってしまったので、まさかまさか乗り継ぎのレーンはあるけれども組み合わせが決まってるとは思いませんでした。何のしがらみがあってああいう風にしてるんでしょう。この後の出発便、左側が国内線で右側が国際線、私が乗るのが13時5分の ANA の920便東京行きになりまして、出発は D からチェックインを行っているみたいです。他には香港行き、香港航空、プーケット行きの QC は春秋航空かな。プードン空港では航空会社によってチェックインのカウンター決まっております。なので ANA は NH、NH、NH、D です。必ず D です。日本航空や中国東方航空に関しては第一ターミナル使っております。あと上海航空もかな使っておりますので第一ターミナルになりますが、 ANA は第二ターミナル D からのチェックインになっております。急いでチェックインカウンター向かいます。 D のカウンター着きました。キャセイパシフィック航空も同じカウンター使ってるみたいです。 ANA はもう街ほとんどなくて絨毯が撤去されているところですね。まあ、一応もう搭乗券は持ってるので問題ないと思うんですけど、一応新しい搭乗券出せるかどうか聞いてみよう。So, can you print a new boarding pass? Oh, yes. 無事に新しい搭乗券発券完了しました。この後も早速保安検査出国審査行きたいと思います。ラウンジは71番ラウンジ使ってくださいということでした。ちなみに出発の1時間前にチェックインカウンタークローズになりまして、まだ42、3分なんですよ。1時間20分ぐらい前なんですけども、早速いろいろ片付けられておりますので、1時間前まであればなんとかチェックインすることができますのでお間違いないように。そして保安検査も国内線と国際線で分かれておりますので、この点を気をつけください。国内線は2カ所ございまして、国際線は1カ所あります。上にはレストラン等々あるんですけども、今日はごめんなさい時間がないので、もうこのまま保安検査出国審査進ませてもらいます。保安検査の入り口到着しました。ビジネスクラスの優先レーンあるかな。あることを信じてこの先進みたいと思います。それでは行ってきます。保安検査出国審査完了しました。一応ビジネスクラスやファーストクラス向けの優先保安検査はありました。この後ラウンジ行きたいんですけども、まずは71番ラウンジ行きますか。あとはパンダ屋さんだ、ここマジでパンダグッズいっぱいだわ。ほら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 、パンダパンダパンダ、とにかくパンダ屋さん、シャツもパンダで、71番ラウンジは保安検査出てもすぐです。多分中国国際航空のラウンジじゃないかなと思います。もう1箇所プライオリティパス使って入れるラウンジございます。69番ラウンジというところがありますので、71番ラウンジの後は69番ラウンジも行きたいと思います。おそらく使えるところ2つだけかな。いろいろと空港内紹介したいんですけども、今日は制限エリア通るの遅くなっちゃったので、おそらく71番と69番ラウンジ行って、あとはゲートまでのお店紹介して終わりになるんじゃないかな。ありました、71番ラウンジ、やはり中国国際航空のラウンジみたいです。奥には75番ラウンジがエミレーツラウンジになってます。ありました、中国国際航空のラウンジです。ラウンジの中入りました。シャワー浴びようかなと思ったんですけども、最初ファーストクラスラウンジに通されてこっちから行けってことだったんですよね。なので、まあ、中国の国内線も国際線もそうですけど、ファーストクラスラウンジという名でビジネスクラス搭乗者でも使えたりするので、あとプライオリティパスも含めて、そこら辺の運用がよう分かりません。私はこれお菓子、あとお水、ジュース、下にはコーラ、ヨーグルト、ビールかな、これございます。他には食べ物、冷えたビールもありますね。あとお水と、ま、なんかご飯、ご飯にサラミ入ってるのかな、これあれですね、ソーセージのご飯です。で、これがビーフンです。
あ、フライドポテト美味しいと、あとお魚です。パスタ、エビチリ、あとはこれ鶏肉かな。と冷蔵庫の中にはサラダであったりケーキなど入っておりまして、お客さん誰もいねえな。ここにはリンゴ、バナナ、あとはパンございまして、これがおかゆ、あとはスープですね。でシャワーはどこにあるんだろう。結局シャワールームを探しているんですけども、シャワールームが奥、あ、奥ですね。行ってきます。シャワールームの手前には少し照明が落とされた空間がございます。そして本当にこの奥にシャワールームあるのかな。トイレしかないんだけども、 ありました、シャワールーム。シャワールームは3部屋ございます。今回は3番のお部屋です。3番はここ。正直シャワー浴びなくてもいいんですけどね、やっぱり国際線乗る前は極力シャワーを浴びたい私の。あ、鍵逆や。オープン。こんな感じのシャワーブースになっております。あ、十分十分シャワー上がりました。続きましてビジネスクラスラウンジなんかなんですけども、エスカレーターがあるってことはすごい需要があるときは上も開放してるってことですよね。残念ながら今は入れないようになってます。ビジネスラウンジの方はお客さん 2,30 人ぐらいいますね。冷蔵庫なんかケーキがあって、食べ物はなんか同じっぽいな。同じですよね、さっきやりましたよね、ここら辺。あ、これなかったな、卵。あとパスタにポテト、ちょっと違うな。こんな感じです。あとはスープもございます。で真ん中にバーカウンターのような場所があるんですけど、お酒はここでは取り扱ってなさそうですね。パンがあって、お菓子があって、もうお菓子いっぱいあるな、ここまで全部お菓子で、コーヒーサーバー、お茶で、あとは果物、こんな感じです。エスカレーターの下の部分にドリンクいっぱいあります。お水があったりとか、炭酸水、コーラ、ヨーグルト、ファンタ、炭酸水、ハイネケン、ビールいっぱいありますね。こんな感じです。もうそろ登場が始まりそうな感じがしますので、お腹空いてんだけども今日は機内食いっぱい食べよう。この後は69番ラウンジプライオリティパス対応しておりますので、そちらに向かいたいと思います。ラウンジアットにしました。チャイナドレス売ってる、さすが中国。日本の空港で着物売ってるような感じですよね。またはここら辺上海のお菓子、お土産など売っているお店になります。他にも免税店ございますので、お酒、タバコ、化粧品、そういったものたくさん売っております。続きまして69番ラウンジ紹介します。キャセイのラウンジもあるんですけども、本日は ANA 便搭乗ですね、利用することができません。いろんな航空会社の指定ラウンジにもなっております。ラウンジの中入りました。めちゃくちゃ綺麗なんですけども、ここあと広いね。中国国際航空の71番ラウンジよりも広いので、個人的にはこっちの方がいいんじゃないかなっていう気がします。ドリンク、チンタオビールもありますし、コーラ、スプライト、お水もあります。一通りのものここに揃っております。で冷蔵庫の中、牛乳とオレンジジュース、リンゴジュース、他には焼きそばかな。あ、普通にうまそうなんだけど。あ、この鶏肉も美味しそう。ボルシチ、あ、珍しいね、ボルシチです。あとはこれスープがあって、あ、実演コーナー、うわ、時間があれば食べたかったな。今日はもう時間がないので残念ながら食べることはできないんですけど、またの機会にチャレンジしたいと思います。スパークリングワイン、あ、これポチッと押すのかな、これ使い方が分かんないや。あとは各種アルコールございます。ラウンジ後にしました。この後は搭乗口向かいます。 D の61番になりますので、結構端っこだね。あとはプードン空港、こんな感じで窓がかなり大きいのでいいよね、この感じは。そして搭乗口向かう途中にもお店たくさんございます。本当にプードン空港広いな、天井も高いしいいよね、この空気。ただちょこちょこお店がもう撤退したような形跡が見られるんですよね。これもラウンジなのかな、66番ラウンジ。ただここもやってそうな雰囲気は、逆だった、やってそうな雰囲気はないんだよな。やっぱり中国もコロナの影響かなり受けてましたので、そのしょうがないか、もう6かかってるもん、あそこ。
61番の方、あ、結構お客さん並んでるね。今日ももちろん一番最後に乗り込みたいと思います。ゲート付近に来ましたが、この感じはまだ搭乗始まってなさそうですね。今から搭乗開始かな。ということでした。ちょっとあの時の悪夢がよぎるよ。あの時というのは、羽田から香港に ANA 便で行こうとしたんですけども、その時に機材トラブルで結果的に2時間半ぐらい遅延したんですよね。飛行機取り替えるということもあったので。ただ今回は12時55分に次の案内ありますよということだったので、あと10分後なんですよね。そんなに遅れなさそうだね。まだまだ搭乗まで時間かかりそうです。左側に本日の使用機材787-9、あとはニュージーランド航空のボーイング787、エバー航空のあれはエアバス330かな、駐機しております。奥は四川航空かな、あれ、あと上海航空の機材、中国南方航空、吉祥航空、いろんな航空会社の飛行機今駐機してます。右がいたらキャセイの機材も、中国東方航空もあります。お待たせいたしました。ただいまから搭乗部のパスコードお願いします。新乗組のお客様からご案内いたします。ありがとうございます。谢谢。雨漏り分かりました。はい、こんにちは。本日 12-A 窓側座席になります。スタッカードの座席、よかった。座席にはあらかじめヘッドホン、スリッパ、ブランケット置かれておりました。枕に関してはクルーの方に言えばいただくことができます。本日の機材ボーイング787-9です。シートポケットの中、エチケット袋安全のしおり、機内食のメニューございます。皆様こんにちは。スターアライアンスメンバー ANA 成田行き1120便をご利用いただきありがとうございます。この飛行機は ANA とスターアライアンスパートナーのコードシェアリングでございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。ただいまから非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。お手伝いが必要なお客様はお知らせください。その他ご質問がありましたら客室乗務員にお尋ねください。If you require assistance or have any questions, please contact a cabin attendant.
25分ぐらいは経ってると思うんですけども、まだシートベルトサイン消えません。ひたすら雲の中飛行している状況です。搭乗前にシートベルトサインがしばらく消えないからトイレは早めに搭乗前に行ってくださいねというアナウンスだったんですけども、まさにその通りの展開になっております。ようやくシートベルトサイン消えたわ。多分35分ぐらいは経ったんじゃないでしょうか。座席周り紹介します。テーブルここにございまして、こんな感じです。厚みのある重厚感のあるテーブルです。残念ながらここに料理を置いてしまうと通路側に抜けようと思っても出られないので、もし食事が到着して通路側出たいなという時は一旦ここに置いた方がいいかなという感じがします。あとはシートアレンジのボタンございますので、これまた後ほど紹介したいと思います。フルフラットになるのがありがたいよね。上海路線なのでそんなに長くないんですよ。2時間半とか3時間弱の路線ではあるんですけども、スタッカーのシート、これはマジでありがたい。コンセント、ヘッドホンジャック、 USB のポート、リモコン、この形の少し旧型のリモコンになっております。足元もこんな感じで結構広いんですよね。10年ぐらい前にこのシート登場したんですけれども、かなり革新的だったんじゃないかなと。今はもうザルームが新しいシートとして君臨してますけれども、当時全席通路アクセス可能なスタッカードのシートは本当にすごかったんじゃないかなというふうに私は推測いたします。ここはシート倒してみたいと思います。フルフラットモード、ワンタッチでいけます。ただし押しっぱなしでないとこんな感じで止まってしまいますので、フルフラットにする場合はこのまま押し続けます。長距離線でもこの座席使っておりますので、ヨーロッパ路線、アメリカ路線でこのシートでも快適だよね。もう本当にこのまま寝ちゃいそう。フルフラットになりました。あ、もう寝れる。いやー、すごくいいね。もう移動時間もこれだと快適ですよ。本当にやっぱりフルフラットになるならないはもう全然違いますね。大きいですよね。本当にもう短い路線ではあるんですけども、フルフラット最高。このまま寝たいそうではあるんですけども、お仕事タイムです。起きます。シート起こすときも同じくずっと押しっぱなしでないと動きません。止まってしまいますのでお気をつけください。こちらがアップライトポジションです。続きまして機内プログラム紹介します。あと1時間44分か。早いな、これ思ってた以上に早いので、体感ソウル東京とそんな変わらないかな。2時間半とか2時間40分とかだったので意外に早いですね。まずは日本語選択しまして、スカイチャンネル、おそらく中に入っているプログラムは先日私が羽田から台北を往復したものと同じだとは思うんですけども、まあ、いっぱい入ってますね。やっぱり45本も映画入っております。新作のところですね。あとは新作以外にも邦画、世界各国の映画もございます。こんな感じです。日本の映画も前回乗ったものと同じですね。
台北ソンシャン空港に行った際は787のダッシュ8だったんですけれども、今回ダッシュ9なんですよね。で中に入っているものはおそらく同じですね。 ANA のオリジナルの番組ももちろんありますし、あとはスポーツ、バラエティ番組、いろんなテレビ番組もあるので、長距離線乗ったとしても飽きないですよね。あんまり映画好きじゃないんだよなって方でも、こんな感じでバラエティ番組もたくさんありますので、飽きることなく過ごすことができるのではないかなと思います。あとはね、結構スカイライブ TV 面白いんですよね。リアルタイムのスポーツ番組とかも時々やってるので、飛行機乗りながら野球見たりだとか、そういうことできるので結構おすすめです。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。機内食到着しました。この後食べ終わった後に本日の和食並び洋食紹介します。本日の和食メニューだけ先紹介しましょう。まずは海苔入りの卵焼き、明月巻き、ズッキーニとザーサイの和え物、鶏の八幡巻き、他にもメニューに載ってないような昆布だとかエビだとかもあります。じゃがいも、鶏そぼろあんかけ、白身魚の幽庵焼き、ご飯にお味噌汁、デザートは大福になります。いただきます。まずはじゃがいもの鶏そぼろあんかけからいきましょうか。冷たい小鉢ですね。じゃがいも、あ、このあんもすんごいとろみ、すごいわこれ、伝わりますこのとろみ、こんな感じ、めちゃくちゃうまい。これ温かくても美味しいのに、なんで冷たいんだろうな。むしろ温かい方が美味しい気するんですけどね。じゃがいももしっかりと食感残ってて美味しいです。海苔入りの卵焼き、海苔の風味すごい。これ海苔そこまで入ってるわけじゃないんですけども、うん、卵よりもなんか海苔がメインになってるんじゃないかというぐらい本当に香りがすごいです。明月巻きっていうのかな、卵の中に何かが入ってます。めちゃくちゃうまいんですけど、かまぼこは美味しい機内食で大満足だ。次は鶏の八幡巻き、美味しいな。この2つ冷たい食事ではあるんですけども、いやーさぞかし美味しいわ。日本初じゃないんだけど美味しいっていいですよね。なので今食べた鶏の八幡巻きもご飯が進む進む、うまい。お、お味噌汁、豆腐、一番嬉しい。あ、日本の味、めちゃくちゃ味噌汁美味しいね。こんな味噌汁美味しいか、心が落ち着きます。続きまして白身魚の湯あん焼き、野菜もいろいろ入ってて、人参、やわらか、めちゃくちゃ甘、こんな人参柔らかくていいのっていうぐらい柔らかいです。かぼちゃも皮取られてるんですけども柔らかいでしょ。かぼちゃめっちゃ柔らかいわ、歯がなくても食べられるレベル。そしてお魚、あ、美味しそうだね。これもうまい、ご飯が進むわ。本日も美味しい機内食をありがとうございます。ごちそうさまでした。機内食のメニュー紹介します。まずドリンクです。左上から野口直彦研究所の純米酒です。もしくは岩手県の南部美人吟醸、こちらを積んでるということでした。また焼酎は大分の麦焼酎花麦守屋、鹿児島の芋焼酎関積んでおります。他にもいろんな種類のアルコール積んでおります。ビールもいっぱいありますし、ブランデーもありますし、ソフトドリンクも豊富です。ビジネスクラス限定になると抹茶入りの静岡茶であったり、少し良さげなコーヒー、リカフェコーヒー、これぐらいかな。それ以外は基本的にエコノミークラスと同じドリンクです。シャンパンが
ございまして、シャンパーニュカステルノキュベブリュットレゼルブ、赤ワインはアルゼンチンの赤ワイン1種類です。白ワインはスペインの白ワインです。次のページ食事です。こちらは東京発のフライトになっておりまして、皆さん見覚えないですか？そうなんですよ、羽田発台北行きと全く同じ食事になっております。あとは深夜便の羽田発夜10時とか9時とかそこら辺の時間帯に出発する便があるので、その便になるとメニューがちょっと変わってきます。カニ、湯葉、豆苗、梅肉あんかけ、カンパチ、小袖寿司、鶏、八幡巻き、ブロッコリー、松の実味噌、ここの前菜は同じなんですよね。同じで、メインがスズキのオイル焼き、バター醤油あん、俵ご飯、味噌汁、フルーツ、洋食がサラダにラビオリのレモンクリームソース、パン、フルーツです。そして本日乗っている中国発のフライト、私は本日和食選びました。洋食になるとアペタイザー、ソーセージとエビ、アボカド、ポテト添え、カモのスモークとミックスベジタブルサラダ、他にもチキンのソテー、マッシュルームクリームソースにコーンブレッドに抹茶ケーキ、こちらが洋食になっております。あとは軽食としてスープや米菓子も用意しているということでした。以上、機内食紹介いたしました。到着まであと10分ほどになりました。着陸態勢に入っております。あっという間だね。もう間もなく成田空港到着です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
まだ使えるかな、ちょっと聞いてみましょうか。こんにちは、 ANA 便での国際線到着なんですけど、まだ大丈夫ですか？50分前で、あと50分、分かりました。じゃシャワーは使えない。そうです、分かりました。うん、分かりました。久しぶりのアライバルラウンジ、国内線の出発としては1ヶ月ぐらい前に、もうちょっと前か、2ヶ月ぐらい前に使ったことあるんですけども、国際線の到着としてはマジで久しぶりの3年以上ぶりかな。もう国内線の便が17時50分の札幌行きがあって、今17時45分なんですよね。なので誰もいません。ちなみにシャワーは17時20分が最終受付になっております。昔ではもう少し長い時間、あとは朝早い時間やったんですけども、今はもうアライバルラウンジよりかは国内線の出発ラウンジと化しているような感じがしますので、営業時間も短縮されておりますし、なんといっても昔あった軽食が長いんですよね。コロナ前であればサンドイッチだとかパンだとかあって小腹を満たすのには最高だったんですけれども、今は国内線のラウンジと全く同じ内容なんですよね。これ飴があって、おつまみがあって、これね、軽食あったんですよ昔は。残念ながら今はないです。正味1分ぐらいの滞在でもラウンジ圧にします。17時50分、営業終了の時間になってしまいました。カードラウンジでちょいと動画編集休憩行ってきます。8時54分になりました。このラウンジ9時までなので後にします。そして私やらかしてしまいました。第一ターミナルに ANA 便に着いた方、シャワー無料で浴びれる施設だったんですよ。その存在すっかり忘れてて、もう営業終了、7時半最終受付だったんですよね。なので ANA ラウンジで、アライバルラウンジの方でシャワー浴びられなかったから、わーマジかと思ったんですけど、もう一箇所あったのよ。なのでどうするかな、この後とりあえず第2ターミナル行きますか。本当はここのシャワー使いたかったんだよな。いやー、やっちまったわ、ね、なので第2ターミナル行くっていうのはどういう意味か分かりますよね。そうです、9アワーズ、今プライオリティパス対応なんですよね。日本航空便で今日もし帰国していれば無料で使えるんですけども、果たしてこの時間から無料で使えるのか確認してきます。バス停到着しました。ただいま気温 26.3 度、生ぬるい風、そしてバスちょうど来ました。本当に高頻度でターミナル移動バス動いてるってマジでありがたいよね。なので次あのバスに乗って第2ターミナル9アワーズに行ってみたいと思います。第2ターミナル到着、9アワーズ到着。日中の時間帯であれば5時間カプセルホテルの部分も使えるんですよね。ただ夜になるとやはり宿泊される方多いということなので、予約はできないのに当日空きがあれば使えるっていう感じなんですね。今回別に宿泊しないのでシャワーだけ使えればいいんですよね。果たしてそれできるんでしょうか、ちょっと聞いてみます。シャワー上がりました。いい湯でした、最高。今回は ANA のフライトを使いまして上海プードン空港からやってまいりました。もともとは今朝キャセイパシフィック航空のフライトを使って香港から上海に到着して、上海から成田というような予定だったんですよ。香港で搭乗券出してもらったので、あ、これで入国しなくて済むなと思ってたんですけれども、実際はプードン空港乗り継ぎのレーン使えるのは限定的です。例えばエアチャイナからエアチャイナだとか、エバー航空からスイス航空だとか、もう組み合わせが限定なんですよね。だからここの部分すごく厄介だなと。だから例えばですけども、エバー航空で台北から着いて、その後 ANA 便、これダメなんですよね。だから相当乗り継ぎは厳しいです。なので入国しないといけませんので、この点お気をつけください。やっぱり自分で身をもって経験しないとわからないことっていうのはたくさんあるなというのを改めて実感しました。もう一度言いますね、上海プードン空港での乗り継ぎ、同じ航空会社だったらエアチャイナ同士は OK ですけれども、その他の組み合わせ限定されてますのでお気をつけください。エバー航空から ANA ダメです、エアチャイナからエバー航空ダメです。本当にこの部分がこと細かくきちっと決まっているので、それ以外は乗り継ぎの動線一切使わせてもらえませんでした。お気をつけください。あとは初めて今回エアチャイナの71番ラウンジ入ったんですけれども、シャワーだけなぜかファーストクラスラウンジの方にあって、ファーストクラスラウンジはお客さんいませんでした。なので本当はダメなんでしょうけども、シャワー上がってそのままファーストクラスラウンジでゆっくりすることもできなくはないのかなっていう感じがしました。
しかもお客さん誰もいなかったんですよね。ビジネスクラスラウンジに関しては結構お客さんいたんですけれども、やっぱりファーストクラスラウンジとなると使える方が限られているので、あんまりお客さんはいませんでした。あとはもう一つプライオリティパス対応のラウンジあったんですけれども、個人的にはエアチェーンのラウンジよりもあっちのラウンジの方が綺麗だし明るいしいいかなと思ってしまいました。どちらも今回は乗り継ぎの部分でバタバタしてしまったので食事取る時間はなかったんですけれども、今後おそらくまたどこかのタイミングで使う機会あると思いますね。その時は何かしらのものをいただきたいなと思います。上海浦东空港も人かなり戻ってきてはいるんですけど、一部のお店はまだやってないような状況でした。今回ビジネスクラススタッカートのシートだったんですけども、3時間弱のフライトであのスタッカート最高だなと改めて思いました。機内食も美味しかったです。それでは本日の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行した気分を味わいましょう。その際の旅行は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。